おはようございます。今ね、和歌山県の伊都郡というところに、います。で、今朝まで大阪にいて、2泊しました。もうちょうどね、旅の疲れもたまってきた頃で、ヘトヘトだったので、1泊目はもう12時間ぐらい寝て、ようやく調子が戻ってきました。はい。で、天気はね、もう昨日までガンデリだったんですけど、今日はもう曇って、若干たまに雨も、パラついてる時間もあるみたいで、また明日から天気はね、持ち直すみたいなんで、あれなんですけど、今日横風がすごくて、まあ、大阪市の中心部から岸和田あたりまでは高速で来て、でそこから一般道でこう、まあ、山峠道みたいなところをこ うねうね来たんですけれども、高速道路が横風がすごくて、まあ、重心がね、あんまり下の方にない車なんで、それに上に荷物大きいなの2つ縛り付けてるんで、結構あんまり安定しなくて、トラックに抜かされたりすると思いっきりふらつくんですよね。これは軽バンとか乗ったことない人には多分分かってもらえないと思うんですけど、まあ、軽バンあるあるで、大型トラックに抜かされる時にね、抜かし始めは横のトラックに引き寄せられて、でトラックが通り過ぎた瞬間、なんか跳ね飛ばされるような感覚といいますか、まあ、そんな感覚がずっと続くんですけれども、大阪では浦島さんっていう前に私のイベントに出てくださった方に、まあ、インタビューをさせていただいたり、まあ、お友達に会ったりとか、することができました。まあ、大阪はね、もう疲れてヘトヘトだったのと、ちょっとね、いろんな仕事上の、若干のトラブルもありまして、まあ、友達と会う以外はずっとその宿から出ることがほとんどなく、過ごしました。なので観光とかは一切、6カ所ぐらいね、行く予定でいろいろ下調べとかしてたんだけど、もう行く時間がなくなっちゃって、本当ミスったのはこの車をですね、今回西成のホテルに、まあ、泊まったんですけど、いつも泊まってるところなんですよ、そこで駐車場があるんですよね。で、駐車場をそこでいつも借りてるんですが、その宿の駐車場が全部いっぱいで断られちゃって、で、まあ、腐ってもね、西成区といえども大阪のど真ん中だから、駐車場そこそこ高いんだろうなっていう印象がありまして、駐車場アプリを使ってしまったんですよね。で、まあ、駐車場アプリなら安いかなと思って使ったんだけど、意外とね、あんまりいいところがなくて、間際まで売れ残ってる駐車場って変な屋根付きの駐車場、低いだからハイルーフの車止められなかったり、ましてやこの車ハイルーフで荷物上に今乗っけてるんで、8割型の駐車場がダメで、立体もダメだし、もう最後うんざりしながら疲れた状態で探していたら、まあ、屋根なしで、ホテルの近くで見つけたんで、まあ、そこ予約して、でいざ一昨日ホテル着いて、荷物下ろして、じゃあ車しまっとくかと思って、その Google マップでその駐車場の住所入れたら、車で38分って出て、しかも高速使ってですよ。高速使わないといけない駐車場ってどうなんだろうと思うんだけど、ミスってて、地図、その駐車場アプリのマップで私選んでたんですけど、マップの縮尺を思いっきり縮めた状態で選んでたんで、ホテルの近くだと思ってたんだけど、伸ばしたらね、全然近くなくて、なんなら大阪市でもなくて、堺市、もうかなり南の方ですね。だから電車で行ったら8駅ぐらい離れてるんですよ。そんなとこに駐車場借りちゃって、だから車置きに行く時もめんどくせえし、今日なんてだから始発で車取り行って、地下鉄の、じゃないとめっちゃ混むんで、しかもまあ尺なんですけど、ホテルの近くの駐車場みんな上限が600円とか700円とか、
その堺市で借りた駐車場と大して変わらないんですよね。コインパーキングでも丸1日止めても600〜700円で止められちゃうんで、まあ、ただツイッターにそのこと書いたら、ね、治安が悪いエリアだから、荷物、上の荷物いない間にパクられたりするんじゃないかっていうふうに言われて、まあ、実際カーナビでも着いた瞬間盗難多発地域ですとご注意くださいとか言うんだけど、まあどうなんでしょうね。はい、で、今日の朝ごはんですね、まあ、朝ごはんはそうだ、朝の4時ぐらいに、肉まん1個食べたんですけど、だから昼ごはんですね、和歌山県だからなのか知らないけど、柿の葉寿司を道の駅で買ったんですけど、私柿の葉寿司って食ったことないんですけど、まさかこのまま食わないよね、これほどいてくんだよね。はい、まあこんな感じになっております。4トン車通行不能とか書いてあるけど、もうこの車でもほぼ通行不能な雰囲気だったんで、数年前に引き返したっていう道ですね、これこの道ずーっとまっすぐ行くと、これもうね、前から車来たらねほぼ終わりなんですよ。この辺までちょっと対比できるんだけど、普通じゃないんですよね、この道、恐ろしいことに。もうちょい先行くとね、なんかもうまあ、はい、はいじゃないんでしょうけど、あー人住んでるわ、すげえな、廃神、これすごいな、廃神社みたいなのがあって、そこで切り返せるんですよね。これかも助けに来てくれないようなここですね、前ここでね引き返したんですよ、恐ろしくなって。あーもう夕方だったんですよ、前確か。およそ 600m 先、目的地です。もうちょい行くと公衆トイレが本当にあるのかな、こんなところに。もうすぐね、その公衆、噂の伝説の公衆トイレが工事中？いや、車来ないでくれよ。家だ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。こんなとこにホテル作ったよな、はあ、これもまだなだらかになった状態ですからね、はあ、昔はこの鉄のワイヤーのガードレールというかガードロープがあったんですね、はあ、これ鉄だよな、あ鉄ですね、よいしょ、はあ、でしょぼい車上がってこれないんじゃないの、いきなりこんなハードだと思わなかった。
まあでも最終目的地まで歩いてもマップ上で20数分って書いてあったんで、ゆっくり行っても30分40分で着くでしょう。怖いのが蜂と熊ですね。全然出ても全くおかしくない。本当にこれで半分かよ。結構遠いな。蜂ですね。はい、蜂の巣があるんだな。うわ、また登るのかよ。この辺に昔なんか宗教団体の施設があったらしいんですけど、もうそこはやぶに埋もれて、アクセス不能になってしまったそうです。で前方に、うわすごいな、クモの巣が、前方にうわプレハブがあるんですけど、あっちだかアブがいるな。さっきのプレハブなのかな。犬小屋が置いてあったのがリアルですね。かつてあそこで犬が飼われていたと思うと、いやこれも門中で、奥にやっぱりね、あのちっちゃい本当にワンルームぐらいの高床式のバンガローがね並んでるんですよ。一軒だけじゃなくて、ただまあ近づいても何もないだろうし、こういうの蜘蛛の巣がねカメラに映らないけど結構あるんですよ。今日そんなに暑くないんで助かりました。ああ人がいる。福岡の、こんにちは。いや、すいません、驚かした。わじもまさか人がいると思わなかった。これ、どちらから来たんですか？あ、住んでるの大阪なんですけども、ナンバーが福岡。あ、そうなんですか。え、じゃあこっちから？そうなんですよ。いや、あの神社の看板たどってきたら。いや、よく…私不安になって途中で降りてきました。あ、それがですね、怖いな気をつけて、はい、いや今あの先客の方がいて、びっくりしたんですけど、もっとびっくりしたのは
あ、今 4G になったけど、さっきアンテナ1本なんですけど 5G が来てて、あ、ちょっと驚きました。何だったんだあれ。いやー、ここもまあドキュンに荒らされまくってますね。いやー、ただまあさっきの人も車で来てたのが驚きですね。まずで、こんだけのホテルをここに作ったってことは、まあそこそこお客さんが来たんでしょうし、いやー驚きですね。ちゃんと男湯女湯ののれんがまだ残ってる。あの展望台みたいなの行ってみたいけど、ああ怖いな。穴開いてるし、死ぬ予感しかしない。窯だと思います。はい、窯だと思います。だからこの向こう側に何かあるんでしょうね。うーん、怖いな。このまあよそ見してて落っこったら悲惨ですね。死ぬかもね、これ。ヒットポイントが、まあ、とりあえずゼロ、ゼロに近く、限りなく近くにはなればな。こういう下にああいうのが、あの、マンホールみたいなのがあったらもうわかんないよね。ああ、ここ休憩所とか宴会所だったんだと思うけど、押し入れに座布団がいっぱい、しまってあるんで。まあ、サンダル、下駄箱ですね。今 iPhone で撮ってます。で、これがあの謎の塔の入り口。うわー、これはちょっと私には、柱がコンクリートがあれば大丈夫だと思いますけど、そういう問題じゃないよね。そんなに羽音はしたわけじゃないですけど、でしかもスズメバチかどうかも、もうちょっとあの群れで飛んでるあの蜂っぽいもの見た瞬間に、体が硬直しましたね。ゆっくり確認とかしてる暇もなく、遠ざかりました。まあそこはやめとこう。いずれにしても登れるわけないし、俺にはね。よっここまで来てこれだけのものを書くよな。なんもないと思うけど、一応ここまで来たから上行ってみるか。